コンベプロこんにちは。今日はこちら昨年ちょっとお世話になった寒い時にお世話になりました、うん、福岡ゴルフクリニックのマスタジオさんにまた今年も初めてお邪魔させていただいております。はい、今日はどんな内容ですかね。今日はねオデッセイのね、はい、プロ担当の中島さんが来て、はい、これだけパターを持ってきてくれて、はい、いっぱい持ってきていただいてます。最新のパターを、はい、多分日本で一番最初に YouTube 上げてるのは僕らみたいなので、はい、ぜひ買いたいなと思う人はね今日見てもらって、はいはい、僕の打ち方はわからないけど、はい、ヘッドは全部いいんで、はい、これを使われてデータを計測する感じですか ね、うん、そうですね。はい、あとねキャロウェイから出た最新のパラダイム、パラダイム、はい、うん、ちょっとねウェイティは僕は外してるんですけど、はい、これをちょっと打ってみたいなと、はい、トラックデータをちょっと取ってみたいなと思ってます。はい、はい、そんな感じで、パターの計測からですかね先、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。最初はどんなヘッドですか。最初は今僕が使ってるトリプルワイド、はい、5K、 はい、を計測する感じですね。最後ですね。ありがとうございます。とりあえず今のパターの状況っていうのをちょっとチェックというところで、まあ、一応このライン関係なしに、うん、あのターゲットに対して、うん、まあ、真っ直ぐ狙ってくださいというところで、うん、このまずエイミングというところが、まあ、アドレスの状態ですね、うん、はいはい、でその時に、まあ、どこを向いてるかっていうデータなんですけど、うん、一応表が、ね、2つありますけど、はい、こっちの方は、まあ、正直もう 100% まっすぐになったらこう100ってなるんですけど、うん、で僕らが見てるときはもう全部こっちの方ですね、うん、再現性っていうところなんですけどこれを見てます、はい、で孔明さんは、まあ、1球目から7球目打ったときに、うん、安定して 1.9 左向いてますよと。あ、なるほど、はい、まあ、まっすぐ狙ってくださいっていう中でボールも同じところから狙って、うん、で 1.9 左向いてます。でもしこれが例えば右向いてますよとかってこうバラバラだとこの再現性のところが下がってきます、うんうん、なのでこう 90% 超えてるので、まあ、カメさんは安定して、まあ、安定して左向くタイプなんですよ。でここからですね、これが当たるときです。ああ、でこっちが当たったときですね、うん、動いて当たったときが 0.2 オープンなんですよ、はいはい、なんでさっき 1.9 左向いてて当たるとき 0.2 オープンってことは、まあ、2度ぐらいこう当たるときにこう逃がしてますよっていうようなストロークが毎回 93% ですよっていう動きです。左にねこう外すのが多いよね。はいはいはい、でこれ多分ショットも一緒なんですよ。僕ちょっと先に当たるんですよね、うん、ヘッドの。はい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 、だからそこがまあ、真っすぐだって思ってる感覚はパターンも一緒なんですよね。これボールの位置を見ると遠側に構える傾向なんですよね。そうですね。これ1球目は真ん中、ちょっと2球目は先に来ましたね、うん、で多分ずっとここから先っぽなんですよ、はい、それも分かる、はい、ショットと一緒なんですよ、はい、これあのどっちかってショットも全部ここなんですよ、当たるところが。だからパターンもそうなんです。だからそこが自分の脳の中で真ん中だと思ってるんですよね。だから気持ちいいんでしょうね、うん、もうでそれは全然問題ないです。でもそれができて分かっているというのはこの再現性が高い理由なんですね。これすごい大事です、うん、もうこうストロー、ちょっとやっぱりアウトサイドインですね、はい、傾向があるんですね。強いですね。ちょっとこうショットと一緒です2.5 こうレフトなんで、うん、アウトサイドインですよっていう。だからちょっと気持ち右に押し出したかなと思った時は当たってるんですよ、はい、あれに。はい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 、そこがまっすぐなんですよね、うん、で打点がねこういう感じちょっとずれてるんですよね。いや、まあ、ね先ですよね。そう先でぶれてて、まあ、パターンもねやっぱり昔イップスになった時にイップスですか、うん、パターイップスになった時に、はい、こうやっぱ直進性出したくてこう雨の日に見たときにボールが砂がついててちょうど雨の日でここについてたんですよ。でもまさしくここなんですよね。はい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 、でえってなってじゃあ芯に当てる練習しようって言ってちょっと先っぽに構え出したら直進性が出だして、で要は芯に当たるで出したからパターンのイプスが治ったんですよ。でまた戻ってきてるってことですねこれも本当はこう正直点数は低いんですよものすごく、うん、ただこう先は先でもいいと思うんですよ。でそれが集中した方がやっぱこう安定するというか、うん、そこをなんかこう先はいい先でいいのでそこをこう合わせていくっていうのは
何でしょうか、あの速いグリーンが芯で当たるとどこまでも行っちゃうっていう、やっぱ男子ツアーって速いじゃないですか、はい、もうすぐ速いですね。だから自然と芯を殺しながら打ってるんですよね。それがもう慣れちゃってるんですよ多分。一般的なグリーンで例えば10フィート以下のとこが多いじゃないですか、はい、そういう時ってあと当たりが悪くと転がらないじゃないですか。でも男子ツアーって言ったらもうほぼこんな感じでしょ、14フィートとか13フィート、速いところで14フィート、まあ、普通のところでも 11.5 から12あるじゃないですか、はい、た時にこの芯で当てろ当てろって言ったらどこまでも行くんですよはっきり言ったら、はいはいはい、特に上りならいいですよ、平らとか下りとかついたらもう芯外して打つしかないわけですよ。もうそれが慣れちゃってるんですよね。だから男子の選手って芯よりも先で打つ選手の方が多いと思う。ほー、なるほど。あえてこう先に当ててる。そう、それが慣れちゃって本番でもそうなってるから遅いグリーン行った時みんな届かないんですよプロって、はいはい、うわ何このグリーン遅いとか言って打っても届かねえよっていうのは多分自然と芯からずれてるんですよ。だからそれ行くわけないんですよねそれは多分傾向としては絶対あると思う。パターでやっぱちょっとインアウトサイドインに入ってんなーって、でいい時ってあの例えばやっぱパターを何もない考えでまっすぐで打ってたじゃないですか、はい、でも多分俺今このままの状態で打ったんですよ、オープンのままで、はい、でもパターいい時って腰戻すんですよね、こうやってオープンにしてるけど腰をストロークをまっすぐするから多分これで、ま、パターするとまっすぐ出るんですよ。じゃあシーズン中はそう、シーズン中はしてるんですよ。今なんとなくオフの感じのパターで打っちゃったからあれだけど、オープンにしてもいいけど腰をやっぱオープンのままで打つとどうしてもアウトサイドインになるじゃないですか、はい、この足の通りに行っちゃうから、はい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 、でこれを腰だけねまっすぐに戻してあげるんですよ、うん、こうなってるのだから全体的に左向くんじゃなくて足腰はまっすぐ、それとこうストレートに向いてる感じになるでしょ、はい、だからストロークもまっすぐなんですよね。足の向きで変える必要ないんですよ俺パターとか教えるときに。やっぱそのアウトサイドからなってますよとかインサイドからなってますよっていう人って腰の向き変えてあげればいいだけだから。はあ、なるほど、うん、勘違いするよね。だから足ってなかなかみんなポジションって変えにくいやん、はい、慣れちゃって例えばこうワイドスタンスの人を補足しろとかいうの難しいけど、はい、パターもオープンで構える人は、はい、腰をちょっとこう打つときに戻してあげてこうやってしてストレートになったのを確認して、はい、そのままストロークすればいい。なるほど。コメプロは試合中はそんな感じでやられる。そうそう、だから俺は試合中人がおるとこではせんけど、はい、こうやって見てあちょっと左向いてるなと思ったら腰をこう戻すの、足を変えずに。そう、これショットでもいるわけよ、はい、オープン強あなんかフェード強すぎるわって言ったら、はい、腰の位置だけヒュッて戻してあげれば。へー、すごい面白い。クローズに構えてる人っていうのは、はい、右向きすぎてるからこっちにすればいいわけよ。だから慎吾さんたちもこう、はい、パターこうするじゃん。あ、はい、まあ、もちろんその股関節の上にこう乗せてスタイルもあるけど、はい、自分の腰の位置がどこ向いてるかパターするときに。だからスタンスじゃないのよ、はい、スタンス向きにすると左向くとやっぱスタンスも左向くじゃん、腰も、はい、だからこれをちゃんとまっすぐに戻してあげるっていうのが大事。勉強になります。はい、これが最初のイメージ。これがさっきまで転がしたイメージ、はい、これを腰をこうまっすぐに戻してあげて、はい、今の入らなかったら2メーターオーバーするじゃないですか。あれが嫌だからどうしても脳の中で芯を外して打ってしまうね。やっぱさっきよりこうアウトサイドインがやっぱ減りましたよね。うん、うん、まあ、もう打点も先ですね、うん、大きく変わってますね。比べてみますか。これはさっきの1回目2回目ですね、うん、
回目の方がヘッド左に行きます。いや1回目の方が 1.9 今のと13度ぐらい左だったですね。さっきは 2.5 アウトサイドインが 1.9 になってるんで、うん、エプソンアウトサイドインはだいぶ減ってる感じになってます、うん、確かにこの再現性もやっぱり今の方が高いですね、うん、試合モードの時の方が、うん、やっぱ左向くんですよね。左向くね、やっぱりでも、はい、だからこう体とそのヘッドがやっぱ左向けてって感じなんでしょうね。そうなんですね。俺まっすぐ向くっていかに難しいかですよね。今度ですそのまっすぐ向きましょうっていうバーサのアライメントなんですけど、うん、そのこの縦に白い線があるとこう方向合わせがまっすぐとか近づくし、こうヘッド動いてる時にこのフェースの白いのがよく見えると思うので、これが動くと、ざっとでこう起こるので、まあ、こうなってるのこうなってるのか、このヘッドがちょっと最近慣れちゃって、はい、めっちゃいいかも。これも10年前に実はこうあったんですね、バーサって。はい、でその時皆さんのプロの意見で結構、はい、前はここトップベルト何もせんなかったんですね、はいはい、で皆さんつけたいという意見が多かったんで、はい、小宮さんも3本線やってましたじゃないですか。なんで今回は初めから1本ついてっていうところもあったりとかで、ヘッドのウエイト変えれて重心も前の方に、まあ前になかったっすね、はい、そうなかったんで、うん、このウエイトもこう全体じゃなくて前の方にこう持っていってるんで、上から打ちやすいというか、最近これが慣れてるからいいわ、こっちの方が。アマチュアの方ってね、はい、こうパター離れすぎて、はい、こういう風に構えるんですよ、ね、はい、先をすごく浮いてるのね、はい、先が浮いてる、浮くようにこう、はい、手が下になりすぎて、はいはい、でこれってめっちゃヘッド動くのよ、はいはい、いろんな動きするの、はい、パターって基本頭の真下にボールが来るような形で構えると、頭の真下、はい、ヘッドが両方浮かないでまっすぐの形になる、はい、だからそこ来るように長さも自分で短くしたりしないといけない、本当に、はい、みんなほとんどこういう風に構える。なるほど、短くして頭の、短くして本当は頭の上に、はい、頭っていうかこう目のここにこう、はい、来るような感じのイメージで構えると、はい、ヘッドが通常のピタッてきた形になる、はい、基本的にやっぱ近づいて、はい、まあ、近づきすぎたら今度こっちが浮くから、はい、自分のピタッてくる位置を探してあげる、はい、で長いと難しいから、はい、それに合ったところに長さを切ってあげて、はい、自分で決める、頭が真上に来るような感じ、はい、こうなったらヘッドが浮く、はい、離れすぎたら、近づきすぎる人っていうのはここが浮く。ありがとうございます。なるべく前に来てピタッてくるようなところを探してあげて、はい、打つと変な動きをしない。これはもう必見ですね。